よく聞く養分マインド発言5選。パチンコの日本主義が世界進化した私本田花がパチンコの楽しさと勝ち方をお伝えするチャンネルです。発言はマインドを体現する。マインドなくして勝ち続けることは無理。はい、どうも近藤春菜でございます。本日はですね、私がよくこれ聞くけど完全に養分マインドの発言だなとそう思うことを5選紹介していきたいと思います。ちょっとね、これをね、あ、俺よく言ってるわこの発言って思う人はね、行動を見直すべきかもしれませんね。はい、というわけで早速行ってみましょう。はい、まずは一つ目のご紹介です。何この店、マジ遠隔してんじゃねえの。いや、俺の台1200ハマってんぞ。裏でこれ絶対店長ボタン押してんだろ。なんだよこのクソ台は、これしか玉出てこねえじゃねえかよ、ふざけんじゃねえよ。はい、多席発言ですね。はい、もうこれが一番論外と言ってもいいかもしれないです。そこの店を選んだのはあなた、その台を選んだのはあなた、誰もあなたにその店でその台を売ってくださいとは頼んでません。それなのに全部誰か他の人のせいにする、こんな人に勝ち続けてる人はいません。はい、二つ目のご紹介です。隣の台当たりやがったな、これじゃ俺の台いつ当たるか分かんねえじゃねえかよ。隣の台1500ハマってやがる、それじゃ俺の台はそろそろ当たるかな。はい、隣の台が発言ですね。はい、もうね、隣が当たったからこっちは当たんない、隣が当たんないからそろそろこっちは当たるとか、隣が爆発したらこっちも爆発するとか、隣の台とか周りの台とか全然関係ないですからね。はい、もうね、よく言いませんか、僕はよく見たことあるんですけど、僕が打ってて当たります、当たると隣から下打ちしてくるような人、全く意味がわからないですよね。はい、まあ、設定付けパチンコとかスロットとかね、設定があるものだったら周りの状況でどういう風に捉えられるかっていうのはあるかもしれないですけど、パチンコにおいてそれは基本的にないですからね。もう基本的にというか設定付け以外はないですからね。もう気にするべきはもうどれくらいの自分の台が回転数あるとかそういうことなんで、周りがどうだからなんか聞けたりとかしてる人は全く意味が分かりません。はい、3つ目のご紹介です。俺さ、引き強いんだよね、だから俺大丈夫で、私あの引き弱なんでパチンコ勝てないんですよね。はい、引き強引き弱発言ですね。はい、もうね、引きなんてものはねありません。はい、まあ、ギャグでね、ギャグで引き強めしだみたいな感じでね、引き飯だ引き飯だとか言ってる人いますけど、まあ、ギャグだったら分かりますよ。ギャグじゃなくて本気で言ってる人いますよね。僕のね、ラグビー部の先輩で、まあ、パチンコねやる人がいて、いや俺パチンコの勝ち方はもう完全に理解できてるんだけど、引きだけがどうしてもなくて、引きだけはやっぱり鍛えようがないから、だからパチンコやめたんだよねみたいな言ってる人いました。はい、まあ、それで僕はね、あ、そうなんですね、確かに引きはもう鍛えられないですからね、それはしょうがないかもしれませんねって答えましたけど、引きとか別に関係ないから、お前完全に絶対分かってないからって思いましたね。はい、引きなんてありませんよ、もう長く打ってくれば必ず収束しますから、引きがどうのこうの言い訳に使うのはやめてください。はい、4つ目のご紹介です。お前さ、お前この間帰った台あるじゃん、あの後すぐ誰か人座ってすぐ3回転で当たって30連チャンして爆発してたぞ、お前なんであそこでやめちゃうんだよ。お前ね、あの後ね人座ったんだけど全然当たんなくて、だからお前やめるタイミングベストだったわ、よかったな。はい、結果の発言ですね。はい、もうね、設定付きパチンコ以外でもういつ当たるかとかどれくらい爆発するなんかもうわからないんですよ。はい、わかるわけがないんですよ。パチンコの抽選は何回転後に当たりが来るとかそういう抽選方法ではないんでね、まあ、U タイムのやめ時ミスったとかね、設定付きパチンコをね、高設定を捨ててしまったとか、まあ、設定付きパチンコはもう 今やもうほとんどないですけど、そういうこと以外でもう予期するのは無理です。はい、それをわざわざあの結果論でどうのこうの言ってくる発言、はい、完全に養分マインドです。はい、一
5つ目の紹介です。俺さ、今日さ、めちゃくちゃパチンコ勝ったんだよね。だから俺今日飯おごってるから、みんなで行こうぜ。はぁ、俺今日パチンコ6万飛んだわ。今日ちょっと飯行けないから俺も帰るね。はい、1日の結果発言ですね。パチンコはもうね、1日の結果はもうはっきり言っても上下しますよ。そりゃいい台掴んでても負けることもあるし、全然いい台じゃなくても爆発して勝っちゃうこともあるしと。はい、それなのにもうはっきり言って1日の結果ぐらいで行動を変える人はもう養分思考です。はい、パチンコで勝ち続けてる人は1日の結果がねどうだったかなんか別にね、それでね行動を変えることはねないですよ。はい、もうね長く打てば収束する、それを知ってるから。はい、たかだか1日の結果がどうだったかということで行動を変えてはいけません。普段通り生活する。あとまあ僕がねパチンコの結果どうだったとよく聞かれて、ああ今日ですか、今日そうですね4万勝ちましたねって言うと、あ、ごちそうです、ごちそうさまです、いう人も、これも完全にもう養分発言ですね。はい、まあギャグなのかもしれませんけど、ちょっとあんまり僕も友達になりたくないしね、そういう人とはね。はい、というわけで5選紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。一つでもね、こういう発言してるなと思う方はぜひ、もう発言というか行動というか、見直していただいた方がいいかもしれませんね。はい。またね、僕がご紹介しなかったですけど、こういう発言、結構養分マインドだよね、みたいなね、あったらね、ぜひコメント欄で残していただけたらと思います。はい。あ、確かにね、とかね、あ、面白いなと思ったら、僕がね、第2弾の紹介でね、使わせていただくかもしれないのでね、ぜひ教えていただければと思います。はい。本当はね、もっと結構ね、あったんですよ。ストックが。これもあるね、みたいなね。はい。まあ、その時はね、ぜひね、第2弾の方でご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。以上でございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。